赤字化してたな、赤字化してた。みたいな感じですか。高校生の熟成肉、いや高校生の熟成肉は言いたくないな。さらに熟成じゃないし、そいつ中学生ぐらいまでしか、あでもおるか高校生も。ちょっとは青しみ、出し惜しみからか、あそっからね、下町感あるでしょ、店の入れ替わりが少なそうな。そうそうそう、こういう店も多いのでね。魚介類も厳しく審査できるスターを持ってる。いや厳しくて、いやあれ誰でも食べたら分かると思うけどな。むしろ大学に入学しようとしてます。いや行きたいよ、行きたいな。山々ですね。そうそう、行列なんですよ。行列どんどん集まってきてるでしょ。でも列をなしてないですけどね、あんまりね、バラバラバラっと言いますけど、ね、女探してるうちに時間切れて、なんでどこでこれ、まあ女性はいっぱい並んでますけどね。あもうあれですね、言っとけば自分が名前呼んでもらってか、料理名を告げておいたら呼んでもらえる形なんですかね。さっきのこの隣にいた男の人も買いましたね。あれ向こう行っちゃった。この椅子に座、椅子じゃない、あのトランクに座ったけど、ここの人じゃなかったんですね。ジョークサムヤンも、まあ、もうちょっとまた別の日に攻めてみたいと思います。ちなみにこのジョークっていうのは、あのあれです、あのただ単なるあの冗談を言うのジョークじゃないです。これはあの本当はチーと G の真ん中でチョークって言うんですけども、このなんていうの、あのほら、あのおかゆのドロドロに炊いたおかゆみたいなやつですね。多分埼玉人は同じ魚介類を食べてもそんなに、ああ慣れがないからということですか。そうなんですかね。ちなみにこれチャイナフード、パンダキング。まあね、中華街がこう徐々に迫ってきつつありますんで、中華系のとこも出てくるというのはそういうことかな。あ、武蔵子さん、へい、どうもどうも、こんにちは。これ散歩、歩き継ぎ散歩っていうのをやってて、夏散歩丸一っていうのは自宅からこう、ある地点まで行ったんですけど、そのある地点から今度はで終わったら次はその地点からさらに歩いて行ってっていうのを繰り返して、今日その第3回になってます。勝手に人の車に座ってましたね。あ、ノーネームさん、どうもこんばんは。月曜日、黄色の日、あそうですね、そうです、そうです、黄色の日ですね。これちょっと抜けていきましょうか。 このまま向こう側には行けない可能性大っぽいですね。こうやってちょっとしたこうね、通りに椅子、テーブルが並べられて、まあオープンエアで飯が食えるというね。これタイらしいとこですよね、こういうとこはね。本当に、あこれゴミ袋じゃないですか。ちょうど来ましたね。あ、ウェルカムトゥサウスフライング、サウスフライング、なるほどね。ブロードキャスト、ありがとうございます。秘宝嬉しい、お多埼玉人全員やってきます。まずご自身がね埼玉人なんでいいんじゃないですか、それは。お DM がマジですか、 DM 来た。あ、ていうか俺、そうそう、それで思い出した、タイスさん、僕フォロワーの申請出しましたのでよろしくお願いします。バイト2日目の後晩ご飯作って疲れた。あそうですか、お疲れ様ですね。それ、いや仕事終わりに飯作らないかんっていうのは疲れますよね。お、なんか古い感じの建物、これ絶対なくなるな近いうちに。ちょっとすいません、また皆さんには、あちょうどおあつらい向きに、あでもなんか干してるな、やめとこ。これはちょっと、あしかもこれカバンじゃないですか、やめとこ。ちょっと僕じゃあ写真ここで撮っちゃいます。
乾いて車がどいてくれました。ちょっとしばらく変な画角ですけど、DM だと、ジニーさんまたアカウント作りはったんですかということで、いらっしゃいませさんぽこんばんはと、あー C さんどうもこんばんは、あキャスコありがとうございます C さん、いらっしゃいませと、いいと、イエイ。さあ、フォロワーを締め切ってローレッシュのアカウントについてフォロー申請が来てしまいました。さあ、大地さんはどう出るのか。こんなお店がピースされてましたね。いいピースでしたね。写真に撮りたいよな、本当は。このね、道ずっとこう北側行くのも、これもね、結構本当美味しそうな店いっぱいありますよ、ここは。さあ、そして歩道を走っていくバイク、まあいつもの通りですね。探せてない。え、なんやったんやろ。俺なんか探す予定やったか。これなんや。あ、スポーツ用品とか。でもギターもあるよ。何の店やねん、ここ。あ、ギターあるやん。何の店なんや、ここ。ボンゴも、あ、ボンゴだ、コンガもあるし。あ、ウクレレとか、ボンゴもあるじゃないですか。オベーションっぽいギターもある。でもオベーションじゃないよね。あ、これあれじゃないですか。タイのあの、ピンっていうやつじゃないですか。これね、ギターっぽいですけど、音階が全然違うんですよね。で、この先っぽがすごいタイっぽい作りになってるでしょ。これいくらするんですか。2800円と、あ、こっち1650円、安いな。あ、こっちはアコースティックで、こっちはエレキや。2800円か、あ、2800円じゃなかった、2800バーツか。っていうことは、じゃあ、パーツ8600円ってぐらいか。それやったら買えますね、8600円ぐらいやったら。まあでもね、音階がちょっと違うんで、使い道がね難しいんで、ちょっとまあそこまでの贅沢は今はやめておきましょう。円で本当に1800円だったら買いますけどね、僕も。あ、ペコッペコッと。私は初赤ですよ。初赤。あ、太一さんがジニーさんって声かけたのが、ひょっとするとあれなんかな、ノーネームさんなんかな。あ、そうっぽいですね、そうっぽいですね。なんか人違いっぽい可能性が。どないしょどないしょ。あ、やっぱそういうことか。あ、ノーネームさん、すいません。ちょっと人違いだったっぽいですよ。すいません。未経験で10年ぶりにバイク乗って配達してみてます。おお。10年ぶりのバイクですか。どうです。まあ慣れってすぐ戻ってくるもんですかね。なんかすごい外壁が綺麗な。面白い外壁ですね。写真撮りたかったですけど、ものすごい注目を浴びたんで、ちょっと先を急ぎます。お、そうでしたか、これはすいませんかということで、ここはこれはね、今はこれまたラマ4世通りなんですけど、ラマ4世通りをずっと西に来て
終了地点、昨日の終了地点スリボンからサムヤンを今通り抜けてですね、で、まだサムヤンのちょっと西側のところなんですけども、ここからもうちょっと歩いていくとホアランポーン駅にだんだんこう近づいていくという、そういう地点ですね。ここちょっとあの駅の間長いんですよね。もう当たり前だけどタイっぽいと、いやこの辺りはね特にまた徐々にこうやってタイっぽくなってきてますよ。こういう飾り付け、これあのあとこれあれですね、あの神棚ですよね、仏様なんで仏棚と言えばいいですかね、とかも出てきて、アリナさんどうもこんにちは、連日ありがとうございます、いらっしゃいませと。どの辺を歩いていますか。そういう感じで今サムヤンっていうところのちょっと西側ですね、あの地下鉄サムヤン駅のちょっと西側を、ラマ4世通り歩いてます。あ、武蔵子さん、キャスクアイス、ありがとうございます。サムヤンあたり、そうです、そうです、サムヤンはね、ちょっと通り抜けました、もう。で、今まだでも、このあたりも一応サムヤンですよ。ここの道、これ向こう側行くと、あれです、この辺ちょっと工事いっぱいしてますけど、大改修地区みたいな感じになってますよ。チュラロンコーン5ってなってるでしょ。チュラロンコーン通り5です。これチュラ5って書いてますけど、チュラ5に来てます。で、サムヤンは、プラ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 この辺りしてみてもいいかなとも思ったんですけども、ちょっと、とりあえず、今回は、脇道にそれてちょっとラマ4世通りからね1本だけ入ったところのサムヤンのあたりをちょろっと紹介したんですけど、そのままちょっと出てきてしまいました。それともシーサーこのあたり見てみたいですか、サムヤンのあたりを。俺氏の、人格の裏表が激しいんじゃないかと疑念の、お胸に俺氏の素行調査をする主とのらりくらりとグルメの話でお茶を濁す裏表のない俺氏のナレーションでほぐして、あ、二重のねジキル博士とハイド氏みたいなね感じで、あ、大佐のスイッター探せてない、あ、そういうことなんですね。当てどころにたどり着くか、旅に出ます、探さないでください、探しますよ。もう佐賀にいるじゃないですか、旅って。もうじゃあ、もう絶対あれじゃないですか。県内で指名手配かけるべきじゃないですか、これ。お、この通り抜けはものすごいタイっぽいよ。ちょ、通り抜けましょう。まだこの辺りもね、サムヤンですよ。ここは何なんやろ、市場っぽいけど、市場っぽいな、あの中は市場なんじゃないですか。これ時間が時間なんで市場ほとんど閉めてるっぽいですけど、この辺朝だったらこれずっとこの辺市場立ってたんじゃないですか。あ、もうほとんど何もないや、残念ですね。ロマンシング佐賀、ロマンシングってなんかかっこいいな、何やろ。探さないでくださいか、佐賀で探してるうちにひらめく。佐賀で探すね、これまたうまいね。バイクの感覚はすぐ思い出す、ああよかったよかった、そういうもんなんですね。最近でよくないイカベだったでしょ、さっき撮影に敏感な地域。いや、なんかねこの辺り撮影してるとみんななんかよく気づきますね。1万円で、2800バーツ、あ、今それぐらいのレートになってますか。わ、結構きついな。ただ交通標識忘れ気味なのとまだナビ頼りないんでそこが以来、ナビ使うんですね、やっぱり今のご時世だと。右手のシャッターに見えますのがタイによ、夜カムムクムクしたグラフィカルアート、よく見るやつね、よく見るやつ、よくある、あ、よくあるやつ、ね、あ、画像真っ黒、マジですか。何の意味もない。あ、こんなところにまた
壁を見つけました。虎じゃないですか。サムヤンはかゆ朝行きますよと。ああ、まあおかゆ朝のものですね。どっちかというと。ちょっと僕これ写真撮ろうと思うので、すみません。皆さんこの屋台の上のテーブルに乗っててください。でちょっとしばらくウェルカム状態になりますが。さあ皆さんもう一回行きましょうか。液晶が焼けちゃってるか、コントラストの明るさの設定が合ってない可能性があると。ああそういうことなんですか。マジですか、マジですか。バンコクセンターホテル泊まってることあった。あなるほどなるほど。バンコクセンターホテルはじゃあね、あれこそ本当にフォアランポン駅、国鉄フォアランポン駅の近くですんでね。ああなるほどなるほど。ちょっと懐かし系ですか。じゃあなるほど。中身いじって原価焼却しまくってる2012年製のメーカー PC なんでスマホで見たら良いかもと。お詳しいんですねと。パソコンスマホを持ちならそれでと。全ての液晶外図が真っ黒じゃなくて動画だけ真っ暗と思ったら映った。おおよかった。とりあえずよかった。みんなスマホ持ってんねんなと。まあね、ガラケー派の人もね、まだ未だに結構ゼロじゃないとはね聞きますけどね。よかったですね。同じ不具合が起こるようであれば場合によってプレイヤーをダウンロードしたり映像関係のドライバーを更新。ああなるほどですね。我が家での最新 IT 機器が、iPhone X なんで、そちらで、リスナー、あそういうことですね。なるほどなるほど。この辺もまだちなみにあれですよ、サムヤンの端の端みたいなところですよ。武蔵越、iPhone X オーナー、ね、だったで、この PC では動画視聴が厳しいと。メーカー PC は物理的に隙間が少ないから。あーメーカー PC はそうか、バージョンアップが無理でと。そこしなくていいんですよな。もうそこしちゃいました。だいぶツイキャスがどんどんバージョンアップして、でパソコンがついていけてないので、俺は今月 Windows 7から10にしたらだいぶ良くなったと。あそういうことか。僕ももうそろそろ手に変えないとな。武蔵越が、iPhone X でこの後を見落としていますという、そこまで僕も言ってしまいました。ちょっと一眼レフの蓋をはめてなかったんで、ちょっと蓋を一回はめます。ちょっとまた一回じゃあ置きますよ。行きましょう。さあということで行きましょうか。さあ武蔵越さんのご返事はちょっと実況中継をスルーしていきましょうか。じゃあね、
ということで、ちょっとコメントはそこはちょっと読み上げないことにさせていただきます。蓋は盗まれませんでしたよ。蓋はね、僕蓋は盗まれてなったことはないかな、カメラの。でも一回ね、カメラの蓋をなんかね、大学時代から、あ、大学卒業してからか、まあ、大学の時の友達とね、なんか湯通し遊んでて、まあ、話してたんかな、あの時で、朝の海を見に行こうっていうことでね、行ったんですけども、そこであれでしたね、ちょっと一眼レフでカメラ撮影してたんですけども、蓋がコロコロ転がってテトラポットの間にスポーンと入っていってしまいましたね。おっと、放送措置の、いや全然構わない、全然構わないです、全然 OK です。ちなみにまたこうやってドブ川がやってきました。バンコクはほんとドブが多いな。兵庫武蔵越の PC 屍の可能性が、そんな悲しいこと言わないでくださいよ。だね、あ、スルーでよきと、スルーで、スルーで、ということで、じゃあこうパソコン関係のお話をされてるとこはちょっとお話スルーでいきましょうか。主、何でもかんでも蓋をなくすところはマジですか、マジで。俺、主の青春の思い出、夜通し遊ぶ、海に行く、蓋をテトラポットにシューと、20年後にまた取りに来ようなと。まあプラスチックですからね、まだ生きてるかもしれませんもんね、海底で。でもすごいことになってるやろな。もうそろそろウニかなんかに変わってませんか。あ、ちょっと大志さん話が通じたんです、趣味がと。いや、その系統はね、結構本当にね、話が合う人って、まあ割とね、技術的な話とかでこう細かい話ができるとね、盛り上がったりとか。それ分かります、分かります。僕だって結局あれですもん、大体からして音楽関係の話とかになったら、もう歩いててもずっと音楽の話多分してると思うんで。ちょっとなんか新しいコンドミニアムがこんなとこ建ってますね。細いビルやな、またこれも。ちょっとこうやって新しい建物もちらちら見えますね。蓋なくしたって思い出、今ので3回目、マジっすか。俺そんなに蓋なくした話してんねん、やばいな。で、出てきてないんですかね、俺その蓋は、ことごとく。マジか、ドブ運河も臭い。そうですね、ドブ川は結構さっきのとこはちょっと太めだったんですけど、細めのドブ川の方が多いんですね。で、やっぱ細めのとこの方がやっぱ臭いですね、流れがやっぱり本当に淀みすぎてて。武蔵越、俺と趣味が合う可能性、つまり AV のタイヤある話。いや、それとこれとはまたちょっと違うんじゃないですか。いや、そうかもしれないですけど、がしかしなかなか物理的に行けない、タイ中継だから父の日だ。そうですか、ありがとうございます。まあ、こんなタイですよ、いつものように変わらぬタイです。こうやって鳥が吊るされてるタイです。ちょっと古めの店がやっぱ増えてきましたね、この辺り。こうやって一軒家の中でなんかこうお仕事されてるところがね、多くなってきました。今のとこなんなんやろ、金色のネックレスとゆで卵を売ってる店でしたね。どういう取り合わせなんや。ねえ、ゆみちゃんね、お、ゆみちゃん来てくれるの。ちなみに飲み物ドリンクの、あ、飲み物ドリンクってね飲み物ドリンクでも全く一緒やんけ。ドリンク屋さんのね、ドリンクスタンドって言えばいいのかな、ああいうお店っての犬ちゃんでした。めっちゃ目クリクリしてたね。出てきたという話聞いたことない、マジっすか。俺じゃあ何をなくしてるのかすらもう忘れてるんや、きっと。
太一気のせいだと思われる件について、どうなんやろ、蓋をなくすイメージあるんやね、やっぱわらわらってことは。そうか、やっぱなくしてんねやろな俺。基本武蔵越は AV に対してはタンパキンだやっぱり、やっぱり動画音声からスマホに交換、おお OK です、 OK です、いいっすね、いいっすね。これちなみに信号がないということは渡っていいということですよね。だってこっちは赤信号ですもんね、この車の側はね。主のよく言うフレーズベスト3、今日は何食べようかまだ決めてないんです。毎回そうですもんね。あ、 C さん見えてきましたよ、あれ、バンコクセンターホテルで、タガメは食べないですあ、それもよく言ってるね。で1位が蓋ないやん、すごいな。あ、鳥ダミーの時も、あ、そうっすか、あ、それ気づいてなかったですね。ありえますよね、確かに。ここは何なんでしょう、なんでこんなところにこうやってこう囲ってあるところにご飯系っぽいものを入れてるのか、犬の餌なのかな。ちなみにこの中はゲート囲われてるけど、これサッカー、ミニサッカーできるようになってるみたいですね。この高架下をサッカー場的に使ってるのようありますね。主、飲み物ドリンクという素晴らしくジューシーなジュースで、いや飲んでみたかったですね飲み物ドリンク。あ、きびだんごね、用意してくの忘れたって、どこに売ってんねやろきびだんご。主、蓋をなくしたこと自体忘れるから蓋をなくす、でそれも忘れてっていうね、ある意味幸せな人間なんかもしれないですね俺、どんどん忘れて。あ、横断を気をつけてね。いや本当ね、ああいうとこだけはちょっと気をつけんとね。蓋をなくすことによって身代わりに助けられてると思った。あ、いい考え方ですね。なるほど、僕そのために助けられてるんですね。そうか、そのことは覚えとかんといかんね、少なくとも。ちなみにこれピンク色ですけど、これはただのあれですからね、ATM ですからねこういう ATM もほんま大らしいよな、日本でこれ見たらちょっとえって思うもんな。タイのタピオカは糖分が多すぎの記事、最近あったでしょう、僕も見ました見ました。もう一杯だけで1日の糖分量をかなり超えてしまうみたいな記事でしたよね、あれ。いや、やばいやばいです、やばいです、猫マンマを祀った場所の、あ、猫マンマを祀ってるんですか、マンマを、猫じゃなくて。あ、高架下懐かしい。ああ、この辺歩かれましたか、じゃあ。まあまあ、そこですもんね。だって、ホテルはね。主名言、蓋をなくしたこと自体を忘れる。でも、そんな身も蓋もない生き方が過去を振り返らない幸せな生き方かもしれません。なんかさりげにこう、身も蓋ものところで、こう、蓋を使っていただいて、着ながらも、なんかいい文章ですね。俺なんかそんな、改めて聞くとすごいいいこと言ってそうな。赤字や、あのホテルがもう見えたらもう本当にあれなんですよ、そこがもう国鉄ホアランポン駅なんですよ。あ、電話変わってきた。ハロー、あ、ソン、哦，拜了，拜了，แต่ว่าซ่อมไม่ได้，โทรไปก็ไม่รับสายใช่ไหม？โทรไปเขาไม่รู้นะ。เอ๊ะ？โทรไปแล้วนะแต่ว่าไม่รับสาย。ไม่โทรศัพท์ธรรมดานะเพราะว่าโทรศัพท์ธรรมดานะไม่ใช่ไลน์อะไรไลน์ก็ไม่รับรู้ใช่ไหมเอาใช่ใช่เพราะฉะนั้นโทรศัพท์ธรรมดานะ